はい、おばんでございます。操作でございます。ほんとですね、先ほどね、まあ僕が先日上げた動画ね、東北をディスる連中に物申すという動画の中でですね、コメントがありまして、そのコメントについてね、ちょっとね言っていこうと思います。まあ別にね、反論するとかそういうことじゃないんですけども、まあコメントを読んだんですよね。で俺が正直思った感想っていうのが、こいつは分かっちゃいねえなというのがまず一つかなとね。まあ分かってもらわなくても別にいいんですね。もう俺は自分で思ってることね、経験したことをありのままに喋っただけなんでね。なんかこうね、なんつったらいいのかな、ご飯食いながらだけどね、これうまいな。なのかな、あなた自身も変わらないのではとか言いますけども、ね、大切な人をとかね、自分の身内とかね、失った、突然ね、予期せぬ出来事で失うっていうことの重大さ、怖さ、これをね分かってないから言えるんですよね。突然ね、自分の親戚とかが何人もいなくなった、そういう経験をこの人はしてないな、で口張りおっきなこと言ってね、本当にね、コメント見ててね、かわいそうだなって思ったもんね俺ね。本当に人の気持ち分かってないね。だってね、被災したとかって言ってもね、少数派だもんね、全世界の人から見たらね。少数派の意見をね、聞かないっていう風にしか捉えられなくて、もう本当にこの人は人の話聞けないんだなと、ちょっとねかわいそうだなと思った次第でございますね。分かってくれる人は分かってくれるんですよね。だってこの間の動画でも言ったけどもね、その仕事先でこう出張先でね、話した人がね、陸前高田を見た時に涙が出てきたね、それは現場を見たからなので。今陸前高田って言ったけど、俺はこの間も言った通り陸前高田で被災してる人間ですね。町がなくなる瞬間を僕は見てますね。でその後にそのこの間お話しした方が、まあ何年後か、まあ7年後ぐらいに、まあ、つい先日だよね、高田に行って、ね、町を見て涙が出てきたと。だって何もなくなったんだからね、突然そういう経験をしてみするとね、結構辛いものがあるんですよ。僕今笑って喋ってますけど、結構作り笑いです今。結構作り笑いで喋ってる、ひげ面のおっさんがね、笑いながら喋ってますけどもね、結構作り笑いをしながら喋ってますけどもね。ただね、同情してくれとかそういうことじゃないんですよね、僕が言ってるのはね。経験者としてこれから先、南海トラフとか首都直下型地震想定されます、富士山の噴火とかも想定されます、いろいろ想定されてますね。その想定されてる中で、過去にこいつが捜査が動画でこういうことを言ってたなとかね、そういうことをこう頭の片隅にでもいいから入れてもらって、でその予期せぬこと、突然いつ来るかわからないからね、災害っていつ来るかわからないから、じゃあね、それをね、事前に防災グッズを準備するとかね、避難経路を家族で確認しておくだとかね、こういった人間を一人でも出さないために、啓発として僕は喋ってるんですよね。これ大事だよね。で僕はもう経験した人だから、あとは何するかって言ったら語り部になる。そう、語り部になって喋ってるから、こういう風にちょっときつめの言葉を言おうが何しようがね、構わず喋ってるわけですよね。
そういうのも一つね分かっていただけたらなと思いますね。まあ大体そういう批判的なコメントする方って今約1名なんですけども、ね、その方に最後ちょっと強気な言葉で言わせてください。うん、ふざけんなよとね。うん、口だけならなんぼでも言えるんだよね。実際に経験してみないとわからない。でもこれって本当はみんなに経験してほしくないから、うん、だから僕は最初に喋ってるんですね。こういうふうな対策しとけば、こういうふうな経験したから、じゃあこういう経験しないためにはどうすればいいか、同じことを何回も言ってるようですが、で大事なことなんで言っておきますね。バッグの上に財布がちょんと置いてあるんだけどね。ね、こういう感じでございます。あ、うう今日2本目かな、もしかして動画出すのね。だね、今日2本だね。1日2本ぐらい上げてるから。うん、ということで、以上。ご視聴、最後までご視聴ありがとうございました。